漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さて今回は本日より開催されました期間限定イベント、愛と平和のサガソフィア、ロマサガ学園武勇祭パネルの周回編成のご紹介でございます。というわけでまずは今回のイベントのおさらいから、まず今回のイベントは暴力で敵を蹴散らしていくのではなくて健全な競技であるとのこと。なるほど。それなら天罰が下ることもなく安心して周回できますな。だったら10日から始まるスコアバトルも競技ってことでよくないっすか?と思ったのは内緒。で HP2760 目安の育成におすすめとのことで偽ギュスイベントより育成上限が3段階アップ。クエストクリアで入手できる武勇杯を集めてパネル交換所で報酬をゲット。パネル交換所にて合計で3000ジュエルや、サガ RS プラス 108% の S 剣装備の特学者の筆値プラスなどをゲット可能。そしてステップ内のパネル報酬をすべて交換すると書き下ろし漫画を見ることが可能。イベントストーリーはないけど漫画があるからもう満体ってことなんでしょうな。で今回もステップ16以降はエンドレスでゴルピを入手可能です。育成ボーナス対象キャラはこんな感じ。今回のガチャのピックアップスタイルは HP 4倍、ステ3倍、技ランクアップ2倍、ピックアップの別スタイルと剣、突、陰のキャラはいつもの3倍となっております。続きまして今回周回する20ウルトラハードに出現する敵について、こちらで出現する敵はラウンド1はバルドーさん、クジン C、ワグナスの3名、ラウンド2は僕オーン、リュウネイ様、バート君の3名、弱点は全員残突陰マイナス35、全員男性か女性なのでルリシリーズの特攻武器も有効でございますが、敵の HP は結構高めとなっております。そして状態異常耐性はすべて999となっておりますので、状態異常を付与して安全にランク上げ周回というのは今回できなくなっております。ランク上げをする場合は何かしら一工夫必要な感じでございます。とまあ今回のイベントに関しましてはこんな感じですかね。それでは今回のイベントの私の周回編成のご紹介。というわけでまずは私のランク上げ周回編成のご紹介から、陣形は時短のためにバックコンセントレーションを使っておりますが、極力火ダメを抑えられる陣形が良きでございます。あとは毎ターン HP 回復ができる玄武陣もいい感じでした。1番にコッペリア、ステータスと装備はこんな感じです。ミラージュキックプラスの BP を4に調整、全体腕力でバッファーとして採用しております。2番に正月アセルス、ステータスと装備はこんな感じです。ミラージュステッププラスを継承、全体知力でバッファーとして採用しております。フィニッシャーにユラニウス家の兄弟を編成しておりますが、ダラダラランク上げする場合はフィニッシャーは外してくださいませ。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。敵さんの攻撃が結構痛いのでそのまま周回していると事故る可能性がございます。なもんで敵の攻撃を腕力知力の全体デバフで無力化していきます。開幕は多少火ダメを受けますが、これで安全に周回することが可能ですな。そんなに時間をかけて周回しないのであれば火ダメ軽減ができる R ウィンドウ。ダラダラ周回する場合は玄武陣という感じで使い分けるといいかと思います。他にお話しすることもないので加速。以上、私のランク上げ編成のご紹介でございました。続きましてにて周回編成のご紹介。まずは周回パーティーその1。陣形は新速陣、配置はこんな感じです。1番にメロトセロイ、ステータスと装備はこんな感じです。ソーランの槍を装備しております。2ターン連続チェーンライトニングをぶっ破するだけの簡単なお仕事です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。てな感じで2手で終了です。メロトセロイは育成枠を4枠取ることができるので、今回の周回の最適性でございますな。続きまして周回パーティーその2、陣形は新速陣、配置はこんな感じです。
1番にサルウィン、ステータスと装備はこんな感じです。ガラティーンを装備しております。激剣派を継承、2ターン連続激剣派をぶっ破するだけの簡単なお仕事です。そしてサルウィン一人では倒しきれなかったのでバフ要因でデスニー様を編成しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。バフ要因が必要になりますが、育成上限も上がったので実質育成枠4ってことでいいですかね？てな感じで2手で終了です。続きまして周回パーティーその3、陣形は神速陣、配置はこんな感じです。1番にミスティ、ステータスと装備はこんな感じです。白髪の爪を装備しております。2ターン連続国家風船をぶっ破するだけの簡単なお仕事です。そしてバフ要因でデスニー様を編成しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。なんだかんだで今回も前回のニセリュスイベントと周回編成が変わらない感じですな。てな感じで2手で終了です。最後になんとなくいつものメンツじゃない周回パーティー。陣形はマギアファイト、配置はこんな感じです。1番にクリームヒルト、ステータスと装備はこんな感じです。連携装備のアビリティは 109% プラス特攻となっております。ラウンド1の全体火力として採用しております。バフ&デバフ要因としてスービエを採用。2番にラゼム、ステータスと装備はこんな感じです。ガラティーンを装備しております。ラウンド2の全体火力として採用しております。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。ラウンド1はクリームヒルトの青水晶の輝きでワンパン。クリームヒルトでもサポートがないとワンパンできない時代がやってきましたか。とても辛い。ラウンド2はラゼムの白夜剣でワンパン。こっちは多分バフなしでも OK です。てな感じで2手で終了。同じメンツでの周回に飽きたらこんなのもいかがでしょうか？まあ育成枠が減るんで微妙ですけどね。以上、愛と平和のサガソフィア、ロマサガ学園ブリューサイパネル20ウルトラハード、私のランク上げ編成と2手周回編成のご紹介でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。